査しております。はい、はい、読んでください。はい、同じように YouTube の動画を上げてる仲間として松井和代さんのことをどう思われますか。30歳平成のキックさんから今一番面白い YouTuber ですから。まあね、まあ、お二人もキングコングさんもあのチャンネルを持たれてて、はい、和代さんもチャンネルを持たれてて、ボロ負けですからね、我々は松井和代先生にヒット数にはね、はい、もうボロ、はい、一番面白いですから、はい、これでもさ、ぶっちゃけさ、裏にいそうよな、誰か。操ってる人が、うん、あ、お前、YouTube やれよみたいな。まあ、もうそうやし、まあ、分かんないけど、うん、松井さん世代で YouTube を知らないと思うんだよね、うん、まずね。そう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 、まずそうやし、俺が一番引っかかってんのは、はい、すっぴんが多すぎるっていう。 あれはもう絶対計算やと思うの、俺。かわいそうでしょ、私感を出すために俺はすっぴんでやってると、あれバッチリメイク決まってもうとか言ってるよりも、まあまあ、すっぴんだーとか言ってる方が俺は、そういうのは言ってもいいの。だとしたら俺気になるのはやっぱこれだよね。それも気になる、多分オンラインスタイリストかなんかが気になる。もうちょっと手伝ってスタイリストはいないと思う。スタイリストはマネージャーさんいると思うけど、スタイリストはいないと思う。マネージャーそんなことできへんから、サングとか違いますよ。俺ら絶対おると思うねんな。でマックンは一回もあるでしょ、そんな。マックンそのマジさんに一回もあるでしょ。寝た、二人寝た。いや、出てない。昔から来る。西野は、西野は松井さんについてどう思うの？一番面白い。あんなバイアグラってあんな面白くできんだなと思って。今、バイアグラっていう言い方で、まあね、カジが今言える一番面白いバイアグラの言い方で、ちょっとバイアグラ。なるほど。あ、じゃあまあ、その形にしようか、ちょっとな。そうですね。こんぐらいの形だな。出してみて、ここを下から出してみて。この下から出すっていうね、このバイ、いや、こうやってこのバイアグラ100ミリの、100ミリのだよ、この100ミリ、100ミリのバイアグラこれがやっぱ俺の全力だ。全力で分かる、で分かる。それはもうずっと見てきたから今一番面白いの出てるけど、やっぱ松井和代さんの出てるけど参りました。今一番面白いの出たけど、100ミリの一番面白いの出たけど、松井和代さんの出てるけど、いや、まあまあ。